こんにちは、速稼塾の久保です。オワンダっていうね、 FX の取引先、取引サイトがあるわけですけども、こちらね、ちょっと画面切り替えましょうか。こちらはね、やっぱり私もね、使ったことがないんですよね。まあ、ですんで、これからいろいろといじりながら、理解していかなくちゃいけないのかなと思いますね。で、今回ですね、プライマリーと MT4 の違いは何かなってことでご質問いただいてるんですけども、プライマリーって何ですかね。まあ、こういうふうに今画面見てますけども、プライマリーってのは分かりませんけども、まあ、MT4 を使えばいいんで、MT4 でいけばいいんじゃないかなと思います。そしてここにですね、MT4 とは何ですかとか、MT4 の口座を作成したいとか、まあ、いろいろとニューヨークサーバーと東京サーバーありますよね、いろいろとね、Q&A が。で、口座開設っていうタグのところをクリックすると、このようにね、Q&A がありますよね。ここにプライマリーに対しての案内もあるかもしれませんけど、まあプライマリーは無視して MT4 でいけばいいんじゃないかなと思います。まあ何にしても私使ったことがないんでね、このオワンダについてご質問いただいても答えれることがないんですよ。これから私がオワンダで、アカウント作っていろいろ何週間かね、何ヶ月か使ってみるとお答えできることがあるのかもしれないんですけども、今晩中に質問に答えるのはちょっと難しいですね。とにかく、まあ、Q&A のコーナーはここにありますんで、よくある質問ってところですね。お客様サポート、ここで何か分かるんじゃないかなと思うのと、あとはお問い合わせフォームがどっかにあるかな、ないですかね。取引プラットフォーム、メタトレーダーですね。 MT4 っていうのはFX をする上でね、使える、こうなんですかね、まあ、ツールなわけなんですよ。だから MT4 は使ってください。メタトレーダーね、こちらダウンロードして使えると思いますよ。パソコン版かモバイル版、タブレット版ね、ターミナル、ウェブターミナルとねありますけども、これここに質問とかありますし、口座開設がここでできるようになってます。XM 証券でね、だからできれば私が使い慣れてるんでいいんですけどもね、ただここもいいんじゃないですかね。オワンダの3つの特徴、エディケーション、まあ、そうですね。というところかな。で、いただいた画面なんですけども、いただいた画面はどうかと言いますと、これですね。はい、いただいた画面なんですけども、こちらの方でね、どこのことを指しているんだろう。MT4 でしょ ?MT4 を使っていけばいいと思うんですよ。プライマリーってのは、ちょっと私に意味がわからないんですよ。プライマリー。プライマリーとは何でしょうね。意味がね、出てこないんですよね。プライマリーってのは、最初の原始的な処方の主なってことですか。だからプライマリーってのは、要するに最初に入金した金額ってことですかね。プライマリー口座で MT4 にこの1000ドルのうちいくら入れるかっていう資金移動ができるってことだと思うんですけどもね。プライマリーって言葉の意味はちょっと私すみません、恥ずかしいことながら理解できてないんで何とも言えないですけども、多分最初に1000ドル入金されたんでしょ、最初にね。で、その1000ドルのうち、このプライマリー口座に1000ドル入ってますから、これをどのぐらい MT4 に入れていくかってことですよね。で、MT4 にお金を入れると、まあ、ここに入るわけですね。これは XM 証券の MT4 ですけども。で、取引に使う金額が決まるってことです。まあ、ですので、今のままだと MT4 で取引ができないから、資金移動が必要になってくるってことだと思うんですよね。ちょっと今のところこれぐらいしかわからないですね。名前がプライマリーでしょ。で、レバレッジが10対1でしょ。これ編集して変えることができます。だから編集して、名前をプライマリーから、そうですね。ここを、ご自身の名前に変えればいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、すいません。なんか使ったことがないツールなんで、説明がね、このぐらいしかできませんけども、これね、いろいろとね、こちょ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 動かして使ってみるか、あとはね、
検索して、さっきの私みたいに検索してね、行くしかないんですよ。これね、検索したんですよ。こんな感じで、どれだ、あ、すみません、これじゃなかったな。これ検索したんですよ。これあれ消えちゃった、これか。これどう検索したかというと、出てこないですね。検索文字はオワンダープライマリー、VSMT4 で検索したんですよ。そうすると何か出てこないかなと思ってね、出てきたということですね。まあいろいろと書いてますよね。オワンダージャパン株式会社、プライマリー口座では両立てできませんって書いてます。お、ここだな。うん、ここプライマリー口座っていうのと MT4 っていうのがあるんだ。ここですね。プライマリー口座では両立てできません。サブ口座作成時に両立て可否設定を行うことができます。おお、なるほど。また一つ進みましたね。両立ては売り値と買い値の価格差を二重に負担する必要があるため、経済的合理性を欠く恐れがあります。へえ、まあこういうところもね、しっかり読まないといけないですね。MT4 の場合はこういうのね、いろいろ読まなくてもね、スススッとできたんですけどね。まあ、というところですかね。はい、十分な回答になったでしょうか。わからないことは、まあ、私に聞いてもらってもいいんですけども、私もこうやってね、いただいた質問は検索して、探して、なるほど、こうなんだって言って答えるだけなんですよ。で、特にね、オワンダって私使ったことがないところなんで、すぐに答えれることがあんまりないんですよ。すいません。ということで、今回は、できる限り、返信をさせていただきました。オワンダ詳しい方、この動画見てらっしゃったら、ちょっと教えてもらったら嬉しいなと思いますけど、よろしくお願いします。